尻振りながら歩いてるの？お尻振ってるんじゃない、モンローウォークの練習してるの。こんなん大学行ったら当たり前なんだから。大学でモンローウォークが流行ってるわけないじゃん。第一いつの時代よ。あ、森光ぐらいは目指さないと。あら、トレンドは巡ってくるんだから。それより小杖、進路のことお父さんに言ったの？あー、昨日は言えてない。ケンイチも忙しいみたいだし、また話すよ。何言ってんの。医者になるって大志は結構だけど、後を継がないって坂倉にとっては一大事なんでしょ。別に後継がないって決めたわけじゃないし。へえ、ま、私には関係ないけどさ。あ、そんな冷たいこと言わないでよ。あ、今日は私がアイスおごるからさ。あれ、誕生日プレゼントに私がおごるつもりだったけど。あ、覚えてた。あ、じゃあこっちになります。仕方ない。じゃあ一緒にモンローウォークで行くわよ。どうやるの？こう腰に手を当てて、こう、やってる。ただいま。おかえり。あ、よかったな。うん、今日はテストだったから。まあ、そうか。これ、夕飯の材料。夕飯の材料って、小杉今日誕生日だろ。外食しようと思ってたのに。本当に？あ、じゃあアイス食べなきゃなかった。あ、着替えてくるね。おう。あ、小杉、これいつものお母さんからのプレゼント。あ、うん、ありがとう。うん、後で見るね。うん、はい、着替えてこいよ。はい。小杖ちゃん、18歳の誕生日おめでとう。毎年のことなんで、そろそろ飽きてきたんじゃないかなと思ってます。あなたがこのビデオレターを見てるってことは、何の奇跡も起きず私は遠い夜空の彼方にいるわけです。ずいぶん寂しい思いをさせてるんじゃないかなと。ケンちゃん、小杖ちゃん大丈夫？うん、おしっこしたみたい。行こうか？あ、いい。おむつこれでいい？あ、そう、その棚にあるやつ。ケンちゃん、今おむつの練習中なんです。それで今回はあなたに伝えたいことがあって。乳がんが分かったのはあなたを身ごもって17週目のことでした。おっぱい張るもんだなってお医者さんに相談したら、別の病院で見てもらえって言われて、それで結構進行してるのが分かってショックだったわ。放射線治療がどうとか、おっぱい切るとか、妊娠中だからどうしようとかね。でもね、最初から私の気持ちは変わらないの。あなたを産むまで死なずに切らない。あなたを抱いておっぱいをあげる。それが私の目標になったの。そう思ったら実現できたわ。あなたを抱いて初めておっぱいを飲んでくれた時、ああ、生まれてきてよかったな。生まれてきてくれてありがとうって心から思えたの。それにね、ケンちゃんと暮らせて私すごく幸せよ。ケンちゃんと一緒に日川の土手を歩いたり、滝を眺めたり、その上あなたを授かることができた。これ以上幸せだと思ったことがないくらい。ただ残念なのは、あなたとお話ししたり歩いたりできないこと。小学生の小杖、中学生の小杖、今の高校生の小杖の姿を見れないこと。こればっかりは神様を
呪い殺したいくらい悔しいわ。さて、今年でこのビデオレターはおしまいです。私は悔いのない人生を歩むことができました。これもあなたとケンちゃんのおかげです。あなたの人生はあなただけのもの。誰の人生を真似する必要はないのよ。精一杯あなたの人生を謳歌してください。私の愛を受け取ってね。ハッピーバースデー。遠ざかるあなたの面影、悲しみが胸にあふれる。今もまだ目を閉じれば、また会える気がするけど、会いたいあなたにただ会いたい。あなたの声を聞きたい。ただいま、お父さん。